ダイヤといえばね、猿お殿様がもう3日間追い続けてるんですよ。それの半か分かるか。いや、あんな、そういうことを聞くってのはこの苦労でしょ。やぶじゃございませんか。すまん。いや、まあ、だんだん違う子もいますよ。なんだこいつ。いや、こいつは姉さん待ったらねえぜ。夜は投げんだ、ゆっくり考えな。おー、ゆきちゃん。入った。来るは源之助。実は徳川家康の一子、六男坊である。なぜか権力の座から追放され、生まれながら鬼っ子と呼ばれた。その名は松平忠輝である。ん、家さん、夜は投げんだ。まあ、柳生十兵衛光義。将軍家指南役柳生の嫡男でいながら、なぜか家光に追放され、吉原で用心棒として生きている。はい、お待たせ。はい、おお、メイトさん、つまみが足りないわよ。おっている。じゃあ何かつみましょう。お二人ともよく飽きないこと。なに、ここんとこ千代のが馴染みの居続けで、源さんも気が紛れねえかさ。何を言ってやがる。千代のもようやく心底惚れた馴染みができたんだ。俺は喜んでるんだよ。ちょいとちょいと、おやめ。おやおや、殿はもうお眠のお時間。嵐、続けてくださいな。殿はこのままで十分ご満足なのですよ。いいえ、もう当てられっぱなしで、あちきたちの身が持ちませんよ。さあさあ、みんなお引き上げ、お引き上げ。おしげり、なんし。お嬢様、ご苦労。して殿は吉原に長通りのことまことでございました。江戸詰め倉田門殿は共に相方は千代の太夫。今吉原一の花魁ともっぱらの評判。殿も名を隠して上がっておりますが、いずれ吉原雀の噂で発覚するのもそう先のことではありますまい。国家老吉田修理様もそのことを一番気にかけておられた。明日にも神屋敷にお上がりになりますか。いや、江戸家老原頼母様は国元の我らの申すことなど志願にもかけぬだろうと首里様も申されておったしの。人はこのまま殿のご乱行を見過ごしたままでは、藩の財政は逼迫の一途をたどるばかりです。頼母様が殿をお諌めできぬとあらば、我らの取り道は一つしかない。その太夫、切って捨ててでも家を守らねばならん。殿、心臓たちはあのように林立てておりんすが、あちきも殿に抱かれたふりを通すのはつろうござんせ。許せ千代殿、そなたを嫌いで抱かぬのではない。はい、初回にそなたを見初めており、世の心をそなたなしでは片時も休まらぬ。はい、従わちきをお抱きにならぬのはどなたかの面影に重なりなんすのかい。初めてお会いした時の殿の驚きを千代のは忘れてはござんせん。千代、世は
古輪の外の浮世のことはおっしゃいますか。あと7夜待て。待ってくれ。殿。晴れて千代野、他の誰でもない。千代野と思いを遂げようぞ。はい。ではその日まで。千代野はこうして。殿のおそばにいるだけで幸せであります。千代野。はい。千代野。はい。千代野。この次夜が通ってくるので。これを言おうと思うと。ではこれを千代のと思うてくんなまし。約束、決して互いなぞ。七夜月、千代のの思いで満ちますように。おう、千代のが何に食事も取らんのって。惚れた病にはお釈迦様も俺でもつける薬はねえよ。三日と明けずの通いですよ。あちきは過ぎた殿子にあんなに惚れ抜いてもらえたら、たんと精をつけてお迎えするのに。ねえ十兵衛さん。おい嵐、俺は影間の趣味はねえんだぜ。釣れないおっしゃりよ。ところで嵐、その殿さん名を隠してるとこは千代のが分かってるんだろうか。さあどうですか。ただお供の中元小物の送り名前じゃ日立か下野あたりかと西寺さんが。下野。はい。でさ、何か心当たりあるのか。ちょっとな。どっちにしてもその殿さん。ああ、千代のが石綱だけに気になるな。ねえ、これから7日間毎日太夫の願掛けの音も切ないわよね。まああんたたちはまだねんねだから、こんな気持ちわからないないだろうけど。俺消せ、色戻しろ。ああ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 あThank you.
ねえか。そんなことより千代のはなぜ刺客に襲われたかが肝心なことなんだ。そうでした。十兵衛、それで千代のは。それが身に覚えがねえって言ってんだから。そういえば刺客が切りつけた時に、己消せ。消せ、珍しい呼び方したもんだな。城を傾けるが形勢。そんな呼び方で千代の恨みを抱くのは藩を潰された家臣の連中か。それとも潰されかかっているかだな。そうか、千代の意味合いと殿さんの。ありますよ。おさいちゃん、どうだった。長沼藩上屋敷、確かに山城の神様のお姿。稲川高常か。これで読めたぜ。殿を籠絡する形勢、千代のを切ってご乱行の殿をいさめる、うん、だが一応裏を取ってみよう。最近すまんが鬼怒川の国元へ飛んでくれ。えい、よし、俺は神屋敷の動きを当たってみる。頼むぞ。ケンさん、私は私、うん、お前はな。あ、ちょっといいかもしれない。おい、しっかりいたぜ。木村、念目もございません。したが川島様、おいらん切り捨てる機会がありましたものを一瞬躊躇されたはなぜでござる。あれは わしは見間違うたかと思った。我らが殺めようとしたあの大夫、今は亡きお前の方様に生き写してあった。なんと奥向きには目通り薄きそちたちだが、わしはおそば近くで幾度かお目にかかっておる。では殿はお方様の面影ゆえに。これはただの宝刀ご乱行ではなかったのだ。されば、もし我らがあの太夫を切れば、殿のご意志に反することになるのやもしれぬ。下の川島様、その気遣い、もはや手をくれた存ぜる。我らが直面した男、柳生十兵衛光吉でございます。何、柳生。吹いてほど違い、拙者江戸の名残、したと見申した。しかし柳生が何故に千代の代を構う。あれば形勢を使って我が殿を吉原宝刀の咎で、これは藩を取り潰さんがための罠。何、柳生の密定。はい、殿の吉原がよい公儀の藩取り潰しの口実になりましては、それこそお家の一大事。川島、そちたち内々に殿のご所業を探りおったが、差し出がましい。ご家老、わしとつい殿の吉原がよいを心配しておらぬわけではない。はお前の方様、ご逝去を遊ばされてからの殿のご失意、そしとて知らぬわけではあるまい。お前の手当てもむらしく無念にございます。からの殿は生きた抜け殻も同然、我ら手を尽くして殿をお慰めしようと努めたが、甲斐もない。それは吉原様、亡きお前の方様、生き写しの太陽が得た。殿の心中いかばかりであったか。我ら吉原が用意をする殿をお止めすることもならずに来たが、手をつかねていたわけではない。頼む様、わしが必ずや殿をご説得申し上げる。しばし待て、
しかし何をが高波って切ってせい。モンド、聞いての通りじゃ。家中の手だれえりすぐって川島につけてやれ。承知いたしました。あの戦闘の侍、千代野を襲った鹿鬼少年、千葉さん、俺は奴をつける。お前は屋敷中だ。はい。千代野、月日で必ずやそちと思いを遂げようぞ。千代野、一体どういう病院なんだよ。私も高輪一万石の大名に義理立てをして他の馴染みの雑誌に上がらねえなんて、そんなことは吉原で通用するとでも思ってんの。申し訳ございません。せめてもう一夜千代野のわがままを聞いてくんなまし。これだよ源さん、なんとか言ってやってくださいよ。千代野、人の恋情を邪魔するつもりはねえかな。山城狼は一万石の小藩主だ。このままこの吉原に入れ上げていくほどの余裕があるとは思えねえ。そこを考えてみたか。源様、殿の身元を。さすがましいと思ったんだがな、みんな心配してるんだよ。下野長沼の皆高常って殿さんだよ。高常様。千代野、身受けの約束でも交わしたのかい。通いどころか身受けの金もままにならねえんじゃねえのかい。して十兵衛誘い出しの趣味だ。来るぞ。頼む、騙したな。何、いかにも野球だ。お前さんたち俺を切りに来たんじゃねえのか。常の吉原部類を理由に弟宗隆の家督相続、よきようにわしが伊豆の神様に申し上げた。ではわしとて取り潰しだけに響きを上げているわけではない。だから一番多く棚心のままじゃ。頼む。高常を除いた後は弟宗隆に伊豆の神様ご遠席の姫君をお越し入れる。お約束はたがいません。だがこのことわしは預かり知らぬことじゃ。よいな。見事成就の暁には御前からご家族もありやもしれ。おは千代野、どうだい、見覚えはねえか。やはりな、こいつは高津の家臣だ。いかにも。かたじけない。この通りだ。このままでは藩が潰れる。殿を諦めてくれ。お手をお上げください。源様、うん、申し訳ありません。少し座を。おお、いいと思うよ。
伺いしたいことがございます。お方様とは殿の今は亡きお前の方様のことじゃ。お亡くなりに明日お命日を迎えられる。では殿は物を開けられるその日までを、そなたはお方様に生き移し、まあ、我らとて殿の心中を察するにあまりあるが、実は今家中に殿を廃嫡にせんとする不穏な動きがあり、このままでは殿も藩も危うい。ではもう一つだけお伺いしたいのですが。何なりと。奥方様は何のお花がお好きだったのでしょうか。さよう。お前の方様はこよなく野の花を愛されて、分けても桔梗はお手づから庭先へ植えられるほどであった。たちの老いを守ろうとする気持ちは分かった。だが千代野にもしものことがあったら、こうして許しちゃおかねえところだぜ。まったくだ。千代野は危うくお家騒動に犠牲になるところだった。一体どうなってるんだ、お前さんたちの藩は。面目次第もござらん。しかしこれ以上お家の恥をさらすは、我が殿を辱めること。我ら三人、明日にも殿を操る関心を打ち申す。その深手でか。殺し合いは心意気だけじゃ勝てねえぜ。ただいま戻りました。最中か。はい。どうだった、鬼怒川目指すわ。はい。高常の弟宗隆は先代広照の側室腹で、その側室ってのが江戸家老原田門の妹でした。うん。それじゃあ高津の吉原ぐりを利用して、その宗隆って弟を担ぎ出そうって魂胆か。川島様、ならば全ての元凶は払ったのも。それで我らも。どうやらお主らのお家騒動の正体見えたな。お察しの通り。しかし江戸家老が殿を廃嫡に戦闘する確かな証拠がない。証拠、証拠ならこの厚木が。おう、嵐。頼むは動いたな。はいな。江戸家の伊豆の神と密会し、お家の鳥のエース、しかとこの目と耳で。何？じゃあ伊豆の神でるというのか。そんなことだろうと思ったよ。遅かりしか。公儀に気づかれたか。あ、違う。川島さんよ。この俺はいささか、皆川藩に借りがあるんだよ。そして伊豆の神には散々貸しがあるんだ。そうとは一体。先代、皆川藩三万五千石が一万石に減らされたのは、この俺が立つ中の時代、公儀より無理やりに預けられ、そしてこの俺をかばってくれたせいだ。松平忠輝様。ああ、よせよ準備。俺はこれから伊豆の神を引っ張り出す。お主はどうする。ああ、高津が千代の部屋に行ったら、こちらのご一同とお諌め申し上げる。そなたで江戸家老か。ああ、神屋敷で落ち合おう。満ちるとも雲にかかるる七夜月、山城の海千代に照りしも。
¡Mondo! あすは吉原へ参ります。倉田様、千代の代を望みでございます。以後目通りご遠慮願わしたいとのことで。何？これは相方より殿への縁切りの歌じゃ。 では我らの国策はついえ。なれば。それじゃ。吉原は今どうなった？急病人との知らせを受けましてな。これは違う。どうぞ。 吉原の郭内では大名豪商といえど籠で乗り入れることは禁じられていた。唯一急病人のための医師の籠だけが例外で出入りを許されている。太夫、捨て文でござんす。 湯気が出ておりますよ。<笑>失礼します。<笑>すぐに戻ります。舞香ちゃん、ここにいて。倉田様、何か？殿が自害なされた。一応命は取り留めたが、まだ油断はならぬ。 苦しい息の下で人目そちに会いたいと思わされてな。さあ、あれ、石の籠ならば大門を当てられる。遅えな殿様、今夜の悩み 来ねえわけはねえんだが。姫様、おう、どうしよう。千代の姿見当たらないんで。何？カムロの話や付け文が届いてちょいと座を離れたまんま、それっきりだ。さては頼む。あった、おめえさんたちは待ってな。姫様、お供しますよ。私、千代の聞いた。それなら島屋敷です。殿様も一緒です。 いつまで待っても伊豆の神は来ぬようだな。頼むも来ねえぞ。お主たちを呼び出したのはこの俺だ。俺立たせ。伊豆のクソ団姫、てめえの保身だけはこの垣からしい。<笑>
千代の丸巻き込んだか。吉原の民越君は我らの勇めにも耳を貸さず、惚れた相方を足抜けさせてあの世で添い遂げようとの嬉しみじゃ。己頼もう。宗隆を階段に我が勝ちを私するが。お察しが早い。すでに家督相続の儀はこの頼もがしかと本意のお許しを取り付けましたが。死での道行きの腹向けでござる。存分にお召し上がりくだされ。では無理にでも煽っていただきます。殿。何だ。塩野だけは救うてくれ。世が一人毒を煽ろうぞ。では相方からやめろ。平成と呼び名じられようと恋は恋、女心をもてあそび権力の亡者と化したてめえらを許しておくわけないかね。野球、さては隠れ野球の10名か。いかにも。だが人の世のまことからはぐれた覚えはねえ。千代丸は車から消えました。何？あっしはてっきりこっちにいるもんだとばかり。いや、遅いから先にここに乗り込んだんだが、高津でも頼むのここにはいねえぞ。下がってるんですか？修理？久しぶりだな。気が気もならず早顔で飛んできたんだな。何か。それと同じ。その殿がいねえんだ。なんと。玉殿様。下屋敷。下屋敷。十兵衛さんが。
頼む。主理。殿。ご無事で。主理。頼むの計りごと。見抜けぬ余が不明であった。頼むの残言を真に受けて、措置を遠ざけたことを。許してくれ。殿を。高常。松平忠輝様です。忠常、千代のとのこと、つらいだろう。だが、土壇場で拾った命、千代はおられません。道中ご無事でと。これを。千代、そなたは何を感じておったのか。未練が募る秘めた恋、秘恋隠して生きるのも色里傾城の心意気ではあった。黄昏を知らない人にいつからか泣いてしまい、心の中の悲しい影をみんな気づいていない。幸せを待ちきれない、昼と夜の真ん中あたり、I'm not afraid to die.